はい、土井さんか。じゃあ、行きますってことでやっていくんですけども。はい、ということでね、はい、やっていくんですけども。まあ、まあね、とりあえず11周年記念イベントということで、まあ、ちょっと早いですけど、まずはね、シリーズ11周年は、まあ、おめでとうございますということで、はい。まあ、僕はこれからもね、よかっちょ愛していきますよ。はい。当たり前じゃないですか。早速ね、ガシャをやっていくんですけども、初日ガシャやるのはいいんだけどさ、俺の今のワイポ見てみ。3万6000やで。100年分もない。100年分もないこの Y ポイントでさ、何をしろっていうの。80年くらいしかできないのよ、大体ね。大体80年くらいしかできない。でさ、次回イベントがこれ集会じゃなかったら、ほんまに終わるんだよね。仮にね、今回50年するとします、この初日ガシャを。無理だろ、次回イベント。次回イベントの攻略が無理になるんだよね、そうなると。ちょっと厳しくなる。だいぶ神引きしないと。一応、5体か。なんか、多分、ドリームマッチの見た感じだと、地獄オロチだっけ？地獄オロチがね、なんか多分追加っぽいんですけど、まあ、ぶっちゃけいらないんで、ぶっちゃけいらないんで、とりあえず、あれですね、土蜘蛛ですね。土蜘蛛が手に入るってことと、あと、オービと地獄キュービかな。オービとキュービあたりが、まあ、出てくれればいいのかな。トリゼージョーだね、結局。攻略に必要なのは。そんな感じですね。まあ、ダブザーサクッと出るといいんですけど。とりあえず50連でいきたいと思います。はい。まあ、もしかしたら追加するかもしれないけど、さすが、いや、もう、とりあえず回します。はい。いきます、10連目。いや、マジでね、これはきついよ。え、初手終わりじゃねえ、俺は。今の初手のロードは終わりじゃないか？今の初手のロードは終わりじゃないか？終わりじゃないか？え、なんでもどこがあ、そうか、祭りだからか。え、てかまたテラミン入ってんじゃん、ガシャに。なんかあれらしいよね、これガシャ回すときになんか、あれだったよね、なんか通り部コラボのあれになってたらしいね。俺まだガシャ回してなかったからあれなんだけど。はい、20連いきます。やばくないこれ。だって普通にさ、今のロードは終わりだろ。これ50連爆死で終わるパターンじゃないこれ。いやもうこの際一気に全部回すっていう手もある。逆にもう次回イベント周回と信じて。でもニャントスコーライベント、なんかそんなにワイポ稼げる感じしないんだよな。なんかあんまりね、あんまり稼げる感じがしないけど、ね、ちょっと待って、もう一回確率見ていい？0.6 か。取り勢合わせて 0.8？ 無理です。30連目だね。オッケー、ロダいた。これで新キャラは確定。でも、多分ダメズかな。来た、来い。ニジニコニコさん、コニコさん、カー金が4つありますよ。こういう時は金からタップしていきましょう。びっくりした、ちょっと今。止ま。神引きはここで果たせなかったよ、僕は。いや、まあ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 、かぶんなよ、虹。なら、せめてブチニャンにしろ。ダブズ出るなら。祝ってほしいのがいいだろ、祝ってやる。ダークニャン、確か、ドンドロ特攻だよね。いや、ちょっと待って。レベル10攻略無理じゃね。よし。オービか？キュービか？せーの！土蜘蛛オービー！申し訳ないです。いや、オービは強いから欲しいのよ。そう、オービは強いんです、今回。はい、いいですか。即打ちのタップルデカプリ4つ作るキャラはダブゼのマリンと彦星アマテラスだけなんですよ。なのでオービは強い、間違いございません。これは、いや、これはでかい、これはでかい。どんな困難であろうと乗り越えられるさ。君と共にあることが私に力を与えてくれる。どこに行こうというのかね。鬼ごっこは終わりだ。ひざまずけ。何だ40年目くらいか。次40年目か。 OK、 とりあえずね、オービと、あれが出たから、あととりあえず土蜘蛛だね。土蜘蛛、あ、違うだ、土蜘蛛が出れば勝ち組。絶対今爆死やん、今爆死やん、今のは爆死の演出やんけ。これはまさか。鳥間土蜘蛛が出ればいける。
土蜘蛛が。で、一応ね、いや、でも、無特攻でさ、大釜って豪傑くらいしかいいのできない。勇ましとか入ってないからさ、今回。無特攻でやるのは豪傑くらいしかちょっときつそうなんだけどな。とりあえず50連目かな、じゃあ。早くも。まあ、とりあえず帯ゲットできたのでかいよね。絶対爆死や、今のロードな水がルルルルルって。どうしよう、オービー育てるか迷うんだが、どうせあれだから。いやー、しかもさ、ドンドロウスラだからさ、確かオービードンドロ特攻持ってるでしょ。いやー、ドンドロウスラだから勇ましとウスラじゃ相性悪いんだって。だから攻めて出るのはキュービーよね。まあオービーは強い、まあその普通に今後使えればいいんだけどさ。50年終わっちゃったな、どうしよう。いや、もう一回虹来てほしいけどな。マジで。いや、出ないやろ、これもう。俺もうワイポ0ポイントからスタート生活じゃない、これ。ほんの予感でミス。え？絶対かぶるだろ、これ。え？かぶるんじゃない、これ。え？いくよ。せーの。はい。なりや、いや、ちょ、さすがにマスオさんだって、それはマジで。マスオ兄さんも出るわ、それは。お前さ、もう出る幕考えろって。ガチで本当によくないと思う。育てます。はい、育ててきましたということでね。ちょっとね、フラグです。フラグ回収が過ぎてます。はい、さっき俺言ったじゃん、なんか。まあ、多分どうせ出ないだろうみたいな。多分どうせ帯出ないだろうとか言ってさ、言ったそばから取り来んなよ。てか、そんでもって取り来るなら地獄キュービーでしょよ、そんでもって。何これ。もう本当に良くない。だってこれ今からさ、これ20で引いたらさ、俺の残りワイポイント119ポイントやで。終わりだろ。終わりやん、もう絶対に。もうこのガシャダメだ。いや、このイベントがダメだわ。このイベントがダメだ。もうこのイベントからもう俺で終わってたかもしれない、俺ワンちゃん。もうこのイベントをやろうとしてる時点で終わってたかもしれない、俺。いや、終わりだわ、これもう。これ土蜘蛛出なかったらおしまいじゃない、これ。土蜘蛛出なかったらある意味オワコンな気がするんだが。何十年目 ?80 年目くらいか。80年目くらいでーす。はい、ワイパー破産しまーす。せーの、はい。新キャラ来いよ。新キャラ来いよ。あっ！何やってんだよ！一番良くない、それは。ということで、まあね、今回はね、まあ80年くらいしかできなくて、まあ散々な結果ですね。まあ OB がゲットできたんで、まあいい方ですけど、まあ、だいぶひどいです、結果として。結果としてはだいぶひどいです。はい、なのでね、もしかしたら今回のイベントで僕はプニプニを辞める可能性がちょっとありますね。真面目に今回のイベントで、ちょっと次回イベント集会じゃなくてコラボとかで、マジで、もうほんと集会だったら何でもいい、次回イベント、マジで次回イベント集会だったら、ほんとに何でもいいです、ほんとに。もういかなるクソイベだろうと何でもいいです、ほんとに。うん、集会イベだったら許す、ほんとに、マジで。うん。で、8月に、気持ちよくね、コラボでも何でもしましょう。しましょう。コラボでも何でも来てね、楽しみましょうということで。はい。まだ僕は諦めませんよ。はい。僕はまだね、頑張ります。もうちょっとだけ。もうちょっとだけ頑張りますよ。プニプニ。本当に、もうこの後のね、もうイベントとか、イベント内容がマジでひどかったら、本当にプニプニもうやんないわ。もう本当に。本当にプニプニ、やんないかわかんないけど、もうやんないレベルで、やばい。ワイポないと何もできないよ。うん。ということでね。まあ一応手下どもは倒せてるので、まあこの辺のね、あとドンドロとか、まあこの辺のやつはね、また違う動画でね、まあなんか攻略方法みたいなやつはね、出せればいいかなと思います。はい。ということで、ちょっとまあまあ長くなりましたが、この動画を終わりたいと思います。今回の動画を見て、デーキチお前お疲れーファッヘーって感じで、ね、ふうに思った人は、今回のチャンネル登録をよろしくお願いしますということで、永続的に喋り続けたせいで、めっちゃ疲れました。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。